こんにちは、神田です。今日は新潟と対戦した栃木についてね、まあ、詳しくボードを使ってお伝えしていこうと思います。まあ、栃木はね、こう 3-4-2-1 をまあ基本のシステムで、まあ、守備の時はね 5-4-1 で守っていました。今日は新潟の攻撃の部分についてお伝えしていこうかなと。で、新潟がまあ試合開始からやっていたことは、まあビルドアップしつつボールをね運ぶのは大前提でした。で、栃木がまあハイプレスにねこう来たら、センターバックからこう縦にね、速いロングボールを入れる。もしくは、こうサイドにね、こう長いロングボールを使って、サイドね、チェンジをしながら、まあ攻撃をね、していこうっていうのが、まあ狙いであったと思います。新潟の両サイドの選手が、まあいつもならね、こう両サイドに、張っているんですけども、外に。左サイドのね、篠塚選手が、こう中に入ってきたり、まあ、外に出たりということを、やっていたなと。まあ、開始5分ぐらいに、センターバックから、こう、篠塚選手めがけて、こう、ロングボールがね、こう、1、2本、中にいるときは、中に、こう、出してきたり、していたなと思います。で、篠塚選手が、こう、中に入ってきたときは、まあ、もしかすると、新潟としては、栃木のね、ディフェンスラインの前でね、こう、ボールを収めさせたいという、まあ、狙いがあったのかなと、神田はね、感じるんですよね。で、ここで、篠塚選手がね、ボールを受けたら、高木選手、もしくは、こう、谷口選手がね、寄っていって、ここで三角形を作って、まずはね、この三人で崩していきたかったのかなと。で、ここで、相手のね、ディフェンスがプレスに来たら、逆サイドの、松田選手がこう中に入ってきたときは、シンプルにね、松田選手を使う。で、大外からは、こう藤原選手が上がってきて、松田選手からこう藤原選手へ展開して、こう攻撃をね、作っていきたいという、栃木の5枚のディフェンスラインをね、こういうね、意識を持って、崩していきたかったんだと思います。で、前のね、動画でもお伝えしたんですけども、栃木がね、こう、試合開始早々、ハイプレスにね、あまり来なかったんですよね。なので、新潟としては、ロングボールが、まあ、前線の選手に収まりましたし、センターバックからのね、縦パスが、高木選手にね、スムーズに通るんですよね。ここ通ったことによって、栃木のボランチが寄せてくる。ですけど、高木選手はシンプルにコウ選手に落とす。で、コウ選手はここ、できたスペースに対して、こう、自らドリブルで、こう、ボールをね、持ち運んでいって、そうすると、まあ、ここの選手、ここの選手、ここの選手が、まあ、コウ選手に対して、プレスに来るんですけども、まあ、松田選手をシンプルに使って、松田選手は、藤原選手に落とす。そして、松田選手が裏へ抜けていく。コウ選手もここの間を取って抜けていく。で、藤原選手は、シンプルに松田選手に縦のパスをつける。もしくは、コウ選手にね、こう浮いたボールを使って出していくっていう攻撃をね、まあ、右サイドの場合は作ってやっていたなと。もう一つのね、新潟の攻撃として、先ほどね、センターバックから、こう、高木選手に、まあ、パスがスムーズに通るよってお伝えしたと思うんですけども、やっぱ栃木としては、このね、中を使われたくないので、途中からね、こう、他の選手が中を絞り気味に守ってきていたんですよね。そうするときに、センターバックから、藤原選手が高い位置を取っているときは、松田選手がね、こう、あえて中のポジションを取っている時があったんですよね。なので、センターバックから藤原選手に、パスが通った時に、藤原選手が中にね、ドリブルを仕掛けていく。
そうすることによって松田選手がウィングバックとセンターバックの間を狙っていく。そして高木選手が寄ってくることによって高木選手にパスを出して、松田選手に出す。もしくは谷口選手にこうシンプルのね、スルーパスを出していくっていう攻撃。もしくは谷口選手とワンツーで高木選手がね、自ら抜け出していくっていうことを、まあ、右サイドはね、こういう、意図を持って、攻撃のね、形を作っていたと思います。で左サイドでは、こう、篠塚選手が、まあ、栃木のね、ボランチのポジションを見ながら、こうね、中に絞っているときは、タッチライン際に目いっぱいね、外に開いてボールを受けるようにしていたかなと。で、ここからボールが入ってきたら、しっかりね、ボールを受けて、中にね、こうドリブルをしていくんですよ、篠塚選手が。そうすると、大外を取りながらオーバーラップしていくんですよ、堀米選手が。そうすることによって、谷口選手、高木選手、まあ、堀米選手の、まあ、3人、もしくはまあ、篠塚選手の4人で、この間、栃木のウィングバックとセンターバックの間をね、ついていこうっていう狙いを、左サイドではね、していたなと、思いました。栃木からしたら、誰が、誰のね、マークをしていいのかが、こうはっきりしていなかったんじゃないのかなと。で、プレスに行きたかったのかもしれませんが、プレスに行くと、まあ、センターバックから、正確なね、ロングボールを蹴られて、まあ、この裏のね、スペースを狙われてしまうので、そこをね、使われるのは、栃木からすると嫌だったんだろうなと、感じました。栃木はね、こう、守備をするときに、こう、間合いがね、空いた状況になっていたのは、こう、やっぱりね、新潟が、こういい攻撃の形を作れていたからだと、思いましたし、新潟がそこのね、栃木の隙、周りのね、空いた状況の隙をね、見逃さずに先制点を取れたことが、非常にね、良かったんじゃないのかなと、思います。で、後半は、栃木が 4-2-3-1 のシステムに変更して、まあ、前半は、まあ、3バック、5バックと、まあ、栃木のね、ウィングバックの裏のスペースを、まあ、新潟がうまく使っていたので、まあ、そこをね、4バックにして、サイドね、2枚ずつ、まあ、配置することによって、新潟のね、サイド攻撃を防ぎたかったんじゃないのかなと、思います。ですけども、このシステムに、栃木はね、してきたことで、松橋監督は後半10分に、まあ、篠塚選手に変えて、本間選手をね、投入してくるんですけども、まあ、本間選手を投入することで、よりね、中でボールを受けてほしい。受けて、この中で攻撃のね、形を作ってほしいという意図があったんだと、神田はね、思うんですけども、新潟の、左サイドバック、堀米選手が高い位置を取れたら、センターバックからこう左サイドバックの堀米選手にパスが出る。堀米選手が前を向けたら、こうね、本間選手がこう中に入ってくるんですけども、このね、本間選手ね、パスを出さないんですよ。サイドに開いて落ちてきた谷口選手に対して堀米選手がパスを出す。で、本間選手につないでいく。そして、谷口選手がサイドに開いてできたスペースに対して、高木選手がね、こうやって上がってくるんですよ。それに対して、本間選手がドリブルで中に切り込みながら、高木選手にね、こうスルーパスを出すっていう、まあ、攻撃のね、形を、まあ、松橋監督は、狙ってね、やっていきたかったのかなと。まあ、アドバンテージを取られなくて、大ブーイングになったシーン、まあ、皆さん覚えてるかもしれませんが、まあ、こういうね、松橋監督が、まあ、本間選手を入れることによって、まあ、こういうね、中を使っての攻撃をする意図を持ってやっていきたかったんじゃないのかなと、神田は思います。で、栃木からしたら、後ろね、5枚で守っていたのに、後半からね、4枚でディフェンスラインがなってしまったので、まあ、新潟の出てくる選手をうまくね、捕まえることができず、ファールでもう新潟の選手を止めざるを得ない状況になってしまっていたなと、感じます。
で、新潟は、こう、栃木のね、センターバックが、こう、高木選手に、マークがね、ついてくるのであれば、こう、松田選手が、この間を取って入ってきて、本間選手が中切り込んでいく、こういうね、パスを出して、右サイドからクロスを上げていくっていう形を、取っていて、こう攻撃のね、バリエーション、まあ、栃木のシステム変更に対して、まあ、うまくね、交代選手を使いながら対応して、栃木をうまくね、攻略していって、まあ、勝つことがね、できたなと、神田は感じました。まあ、ちょっとね、本日もボードを持って、説明させていただきましたが、まあ、分かりづらい部分があったかもしれませんが、まあ、新潟の栃木戦の攻撃の狙いに関してね、ちょっとね、ご説明させてもらいましたが、まあ、明日はね、ちょっと守備のことに関してまた触れていこうかなと思います。本日もね、長い動画になりましたが、最後まで動画を見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。